皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2021年9月11日の土曜日、聖書の箇所は旧約聖書詩詩記17章1節から13節。タイトルは経験を装った偽善的な信仰です。私がイエスキリストを王としてお迎えして、そして王なるイエス様によって素晴らしい人生を生きていくことができる、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。詩詩記17章1節から13節。エフライムの山地の出で、その名をミカという人がいた。彼は母に言った。銀1100枚が盗まれたとき、あなたは呪いの誓いをされ、私の耳にもそのことを言われました。実はその銀は私が持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私は自分の手でその銀を清別して主に捧げていました。自分の子のためにそれで彫像と鋳造を作ろうとしていたのです。今はそれをあなたに返します。彼が母にその銀を戻したので、母は銀200枚を取って銀細工人に与えた。銀細工人はそれで彫像と鋳造を作った。こうしてそれはミカの家にあった。このミカという人には神の宮があった。彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。ユダのベツレヘム出身でユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに帰留していた。その人はユダの町ベツレヘムを出て帰留するところを求めて旅を続け、エフライムの山地にあるミカの家まで来たのだった。ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は帰留するところを求めて旅をしているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また祭司となってください。あなたに毎年銀10枚と、衣服一揃いと、食料を差し上げます。すると、このレビ人は同意した。このレビ人は心を決めて、ミカと一緒に住むことにした。この若者はミカの息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の祭司となり、ミカの家に行った。そこでミカは言った。今、私は主が私を幸せにしてくださることを知った。レビ人が私の祭司になったのだから。私たちがイエス・キリストを信じるとき、私たちはまあイエス様をお迎えする、受け入れる、そういう言い方をするわけなんですけれども、私がクリスチャンになったばっかりの頃に聞いた一つの例え話は、私たちはイエス様をまあ応接室にお迎えする、そしてこのお客さんとしてお迎えして、そしてありがとうございましたって返してしまう場合もあるかもしれない。
あるいはイエス様はですね、この自分のこのリビングルーム、あるいはですねこのベッドルーム、まあ、どこまでイエス様をお迎えしますかっていうことをですね問われる。でも最後にはですね、どの部屋にも入ることができる、自分の家の玄関にも、トイレでもですね、バスルームでも、自分の部屋でも、自分の部屋の金庫でもですね、どこでも開けることのできるマスターキーをイエス様に渡す、これがイエス様を王としてお迎えすることなんだということをですね聞いたことがあります。まあ、王様はですね、まあ、もちろん権限を持ってですね、私たちのこの、まあ、全てのところに入る権限を持って、でそのことを進んで喜んで入ってください。まあ、そういうふうにですね、このマスターキーを渡すっていうことが大事なんだっていうことですね、教えられたことがあります。私の友人がですね、私の大学生の時のアパートにやってくるとですね、彼がやってくるとですね、お皿がきれいになるんですよね。どう、僕、私きれいにしてから入ってくださいって言うとですね、一向にきれいにならないけど、入れたらですねきれいになって、それと同じようにですね、イエスさんにマスターキーを渡すと、イエスさんが全部調べてくれてですね、そして素晴らしいものに変えてくださる。まあ、そのことをですね、私たちは教えられていきたいと思うんですけれども、今日のテキストを見ると、一節にエフライムの山地の出で、その名をミカという人がいたと書いています。で、このミカという人はですね、お母さんのこの銀1100枚、こう盗んでですね、そしてお母さんがその、まあ、呪いの誓いをしたので、もうそれ正直に言ってですね、それを返すと。で、ところがですね、そのお母さんは3節に、彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った、私は自分の手でその銀を性別して主に捧げていました、自分の子のためにそれで鋳造と彫像を作ろうとしていたのです、今それをあなたに返しますと言ってですね、そしてその銀200枚を取って銀財国に与え、銀財国はそれで彫像と鋳造を作ったって書いてる。つまりこの偶像をですね作って、それを息子のために作って、そして、まあ、ご利益を得ようっていうですね、そういうようなことだったわけです。で、私たちはですね、ここでこの6節に、その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に良いと見えることを行っていたと書いている通りに、このイスラエルは当時ですね、この神様から離れ、そしてまあ王としてですね、その導く指導者もいなかった。で、そういうような状態の中で何が起こったのかっていうと、まあ、偶像礼拝が起こったっていうことなんです。普通にですね、その、まあ、銀を使ってその銀細工人にお願いして、そして偶像を作る、そして神の宮を建ててですね、このミカという人、今で神の宮があったって5節に書いてあるように、彼はエポデとテラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていたって書いてるように、まあ言ったら自分の宗教を作ってですね、で自分の宮を作って偶像を作って祭司を仕立て上げて、そして一生懸命ですね、何かいいことがあるようにこのお願いする、まあそういうようなことが起こっていたということ。で、ですから私たちはここで、私たちがイエス・キリストを王としてお迎えする、王がいなかったらですね、まあ、好き勝手やる、好き勝手神様を作って生きてしまうわけなんですけれども、イエス・キリストを私たちが王としてお迎えするということは、それは私たちがまず第一番目にこの偶像礼拝から解放されるということです。で、どうしてかというと、イエス様は十字架で死んだだけではなくて、3日目によみがえって、そして本当の神様は生きているんだって言ったわけです。だからですね、私たちは何もですね、この偶像を作って自分の手で偶像を作ってですね、それを拝む必要がもう全くないわけですよ。もうバカバカしい話なんですよ。むしろですね、死人をよみがえらすことのできるお方は宇宙の創造主だけですから、イエス様を信じるときに復活のイエス・キリストによって私たちは被造物を拝む、偶像を作って拝む、そういう人生ではなくて、宇宙を作られた神様がイエス・キリストを死者の中によみがえらせた、これはですね、本当に神様しかすることのできないことだから、毎週毎週私たちは復活のイエス・キリストをお祝いして、そして私の人生はいつも新しく創造されるんですという人生になるんです。だから神の宮も偶像もいらない、そういう人生を生きていくことができるんですけれども、私たちはその時に、まあ、しばしばですね、こう教会に行って礼拝を捧げていると、この新しさがないっていうかですね、その昔からもう同じ賛美歌を歌う、いつも同じようなですね礼拝を捧げる、いつも同じような話を聞く、いつも同じって、もう礼拝に行ってもですね、特になんか新しさを感じなくなっていったらですね、もしかしたら偶像礼拝に近くなってるかもしれないですよね。自分たちが一生懸命それを大事にしている、昔からあるものを大事にしている、そ
それで神様お願いしますってなんかやってたらですね、あんまり偶像礼拝と変わらないかもしれないです。でその時に私たちが必要なのは新しい賛美なんですよね。新しい賛美っていうのはこの昔から教会に来てる人も今日初めて礼拝に来た人も知らないような賛美ですよ。新しい賛美するとですね、こういつも新しいっていう、まあ、何もかも新しくすることは難しいですけれども、しかし聖書は新しい賛美を主に捧げようって言ってるんです。でこれは復活されたイエス・キリストっていうのは人間が作り出すこともできないものですから、礼拝に捧げるときにいつも今週も新しい、そういうことをですねイメージしていくっていう、まあ、工夫がですね私たちに必要じゃないかと思うんです。でその時に私たちはこのイエス様が今週も新しいことをされるんだという王なるイエス様に導かれる人生で、それをですねイメージすることができると思うんです。でするとこの今日のテキストを読んでいくとですね、7節になるとユダのベツレヘム出身でユダの氏族に属する一人の若者がいた、彼はレビ人でそこに起立していたって書いています。でミカはですね、ベツレヘムこのレビから来たレビ人だっていうのを聞いてですね、レビ人っていうのは祭司のこの部族じゃないか、だったらこの、うちの祭司になってくれって言うんです。10節に私と一緒に住んで私のために父となりまた祭司となってください、あなたに毎年銀10枚と衣服1揃いと食料を差し上げます。するとこのレビ人は同意したというふうに書いています。で私たちはですねここでこのミカという人がそもそもお金によって偶像を作った人だっていうことなんです。で銀によってお金によって偶像を作って神々を作ったっていうことはどういうことかっていうと、神様だってお金があれば作ることができるっていう考え方ですよ。すると自分が神様を作って自分が神様を操作して神様に言うことを聞かせるっていう、この立場がこう逆転した状態になってるわけです。で普通の宗教っていうのはそういうもんなんですよ。人間が神様にこの言うことを聞かせる、お願いしますって言ってるけれども、実際には自分たちが祭り上げて自分たちが作り上げて自分たちが作った神々に自分の願い事を押し付けているっていう、これが普通の民族宗教ですよ。で私たちがイエス・キリストを信じるときに私たちはそのようなこの宗教から解放される。私たちが何か献金をして、やってるから教会が成り立っている、何か私たちがお金を出し合って何か教会を建てて神様の働きをしている、もしそういうふうに思い始めたならば立場逆転してるってことですよ。そうじゃなくて神様はどこからでもご自身の働きをすることができる。私たちに求められているのは私たちがですね主は生きておられるということを信じそれを証しすることです。だからよみがえのイエス様をお祝いしたら、このイエス様が私の人生の中に生きて働いておられる、私が作った神じゃない神が私を作って私の人生を形作ろうとしているということです。でもし私たちがそういう考えで生きたならば、私たちがですね何かお金を出して祭司を雇っているという、まあ牧師を雇っているというね、そういう考え方から解放されていくわけですよね。でミカが言ってるようにですね、このレビ人だからどっかの進学を卒業してですねこの人だったらいいからって言ってですね、そしてこう給料はいくらです、こういうふうにやりますって言ってですね、職業的にこの祭司を雇っているという、そういうことじゃなくて、実は私たちはみんなですね、本当言うと万人祭司って言ってですね祭司になれるんです。確かにですねこの説教したり教えたりするのは、まあ誰がやってもいいってもんじゃないですよね。軽々教師にならない方がいい。だけどもイエス様というこの十字架、神の子羊、罪の許しをなす神の子羊によって私たちはみんな罪許されて神様の子供になれるんですということをこの伝え分かち合うということはどんな人でもできるわけですよね。つまり神様と人間の間に立つ祭司っていうのはね、全てのクリスチャン、この救いを経験している人であるならば誰でもこの祭司として働くことができるんです。誰かを雇って伝道させよう、誰かを雇ってこの罪を分かち合いしようって、そういうことから解放されて私たちは本当に主が生きておられる、この主ご自身がですね私を幸せにしてくれてるイエス様がおられるので、私たちは罪をされて神様との生ける関係の中に生きることができる、この方を王として生きていくことができる、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。
がでしょうか。私たちは勝手に自分をキングメーカーにして、自分がいるから教会が盛り上がっているとか、自分がいるから神様の働きが進んでいるとか、そういうふうに思い込んでいないでしょうか。そうではなくて、私は救い主を必要としている、イエス様を必要としている、この救い主を王として私の人生にお迎えしますと言って、心の王座をイエス様に明け渡すときに、私たちはこの世界の宗教から全く解放されて、そして神様ご自身の素晴らしい御業の中に生きていくことができる、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たちを愛して、そして私たちをの罪を許して、イエス様によってあなたの子供としてくださって心から感謝します。私たちが人間の宗教のように自分たちの働きによって神様の働きが進んでいる、そのような逆転した思い違いに陥らないように、ただ罪許された喜びに満ち溢れて蘇られたイエス様をお祝いする奇跡の生涯、今週今日も生きていくことができるように、神様どうぞあなたが導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。